そんだけビッグクラブで慣めてみても、リバープールの層が分厚いの目立ちますね。現段階で世界一のその厚さかもですよ。うん。そうだね。あれだよね。ただ、うん。まあ、どうしてもアーノルドのところの守備は気になりますからね。そのアーノルドの方の、をみんなでカバーしながらアーノルドの小切り。少し前のね、あの、バルサバルサ、マドリーノ、あれと一緒だけどね。 リバプールの補強で噂がに上がる選手がいつも的確だなーって、バルサはわけわからん補強しようとしてるわけ。いや、でもそう本当そうだね。リバプールの補強で、なんでそいつっていうのにないもんね。やっぱ分析官がスポーツディレクターになってるだけありますよね。ちゃんとした分析官は。クロップ契約延長しました。今のジェラードの出来を見たら簡単なリバプールのフロント、いうのをすぎます。ねでもクロップもね、分かってますよね。自分の後はジェラードだって言って、こう、なんかこう、 ファンを盛り上げるっていうかね、未来のことも考えてる自分みたいな、まあああいうのを天然でできてるかもしれないクロップなんですけど。